千代田区と福井県がお互いの発展に向け連携協定を結びました。千代田区役所に現れたのは肉食恐竜のフクイラプトル。迫力満点のリアル恐竜ショーに子どもたちは目を奪われていました。今回のショーは千代田区と福井県が相互発展に向けての連携協定を締結したことを受けたもので、今後千代田区と福井県は2年後の北陸新幹線福井敦賀開業に向けた情報発信や災害発生時の支援やそれぞれの地域の活性化などを図っていくとしています。